史上初、日本ナンバーワンの頭脳が今夜決定いたします。学力、知識量、IQ、記憶力、推理力、その総合力で誰が日本一の栄冠に輝くのか。日本ナンバーワンの頭脳王大決定戦、いざ開幕。日本ナンバーワンの頭脳王大決定戦。1回戦は誰もが一度は天才と呼ばれた経験を持つおよそ100人の頭脳自慢たちが激突。見たこともない超難問をことごとく制覇し、勝ち抜いた8人の天才が今ここに。東大医学部亀谷浩平、子供の頃から教師も呆れるほどの天才ぶりを発揮。学力のみならず、その知識量はスポーツから漢字までまさに桁外れ。日本最高偏差値を誇る東大医学部の中でも群を抜く。普段の知識を出していくだけです。ドクターブレイン亀谷が初代頭脳王の座を狙う。京大医学部清海翔、幼い頃から神童と言われ、余裕で京大医学部に合格した異色の天才。その知識量は文学から歴史までまさに無限大。全知全能の考察力は他の追随を許さない、まさに異端児。すごいワクワクしてます。広海が強豪たちを驚異の頭脳でねじ伏せる。東大史跡弁護士山口真由、東大在学中に司法試験に余裕で合格、そして法学部をトップの成績で卒業。その天才的な知能はもはや神の領域。さらにその教養は美術から音楽までとどまるところを知らない。知識の深さで勝負をしたいと思っています。山口の底知れぬ知識の埋蔵量が今全貌を見せる。数学オリンピック金メダリスト関典史、現在東大理学部に在学中。世界90カ国以上の超エリートたちが集う数学オリンピックに出場し、日本代表として見事金メダルに輝く。その大胆な発想力には誰もが舌を巻く。まさに人間コンピューター。数学オリンピックの意地を見せます。日本が生んだ数学の金メダリストが高速のひらめきで知のライバルたちを秒殺する。語学の昇進、上田隆。東大の大学院で地球温暖化の研究をする理系のスーパーエリート。さらに理系ながらスペイン語、フランス語など8つの語学を操る、まさに知力の申し子。今まで吸収してきたものをここで全て出し切りたいですね。科学と語学を制覇した驚異の脳細胞が今全開する。全国模試1位、塩越のぞみ。その偏差値は軽々と80を超える。高校時代は全国模試でナンバーワンの座に君臨。今年難なく東大文科一類に合格。やるべきことをやるだけですね。偏差値モンスター塩越が並みいるスーパーエリートたちを撃破する。高校生クイズ最強王、隅田芳史。現在京都大学経済学部に在学中。高校生クイズ29年の歴史において最強の知識サイボーグ。この舞台で自分の力を試したいと思います。知識サイボーグ隅田が人並み外れた天才たちに戦いを挑む。芸能界ナンバーワン頭脳、宇治原史規。京都大学法学部卒業、東大京大卒が多い芸能界の中でもその頭の良さは群を抜く。 IQ はなんと158。言わずと知れた芸能界の最強頭脳。本当に強い相手ばっかりで、本当の日本一の頭脳が決まると思うので、恥ずかしくない戦いしたいと思ってます。頑張ります。宇治原が極限の頭脳バトルに参戦する。日本が誇るトップ8で争う準々決勝第1ピリオドは超難問早押しバトル。
限のスピードを制し、次のステージへ進めるのは8人中4人。驚異の頭脳とひらめきを持つ天才たちの戦いが今幕を開ける。それでは参りましょう。準々決勝第1ピリオド第1問、問題。次の映像を見て問題に答えなさい。気象衛星から観測された雲の形などから台風の半径や。東大医学部亀貝。ドボラック法。東大医学部の誇りと意地がこの背中を押しました。先手を取ったのは東京大学医学部亀貝であります。それでは問題文の続き全て聞いてみましょう。気象衛星から観測された雲の形などから台風の半径や中心気圧、最大風速を推定する解析法のことを、考案者であるアメリカの気象学者の名前から何というでしょう。東大医学部が誇るドクターブレインがこの問題文の続きを全て見抜きました。すごいですね。なんで知ったんですか？新聞かなんかでチラッと見たのを覚えてたんですか？どこで覚えたから正直覚えてないんですけど、まあ一度見たものは絶対忘れたくないというのがあるので。どこで覚えたかあんまり関係ないです。日本最高峰の東京大学医学部、その中でも群を抜く知識量、ドクターブレイン亀貝がまずは10ポイントを見事に選手です。では参りましょう。続いての問題。次の数字は何を表しているか答えなさい。数学オリンピック金メダリスト関ルート10。まさか97の国の代表が参加した国際数学オリンピックで見事金メダル。その情報処理能力の速さはまさに人間コンピューターの一言です。すごい。すごい。あまりにも鮮やかだったので。あまりにも鮮やかでしたよ。はい。手品見てるみたいでした。手品を見ている。まさにこれが頭脳が生み出すマジックと言ってもいいでしょう。しかし当の関はこの余裕の表情です。これが世界を知る金メダリストの自信なんでしょうか。10ポイント獲得です。さあ参りましょう。問題。1077年キリ、京大医学部広海。話したの屈辱。ここで京大医学部広海が名乗りを上げました。それでは問題文を全て聞いてみましょう。1077年キリスト教から破門された皇帝ハインリヒ4世が教皇グレゴリウス7世の許しを求めたという事件を俗に何というでしょう。1077年、たったそれだけの情報で答えを導き出しました。これが幼少から神童の名を欲しいままにしたという異色の天才広海の実力であります。もうなんて言うんでしょう、やっぱりこの普通の人間技ではないですよね、はい、もう人間離れした人がやっぱり存在するということの証明ですね。参りましょう。問題。次の略語の正式名称を英語で答えなさい。東大首席弁護士山口。ヨーロピアンバンクスインターナショナルコーポレーション。東大首席弁護士山口も来た。なんと出題されてからボタンを押すまで時間わずか 0.3 秒という早技。早い。どうしてそんな。山口さん、どうして一瞬で分かったんですか。仕事で結構こういう言葉を使うので反応は他の人より早かったかなと思います。自分のキャリアと知識に対する絶対的な自信がこの山口にはあります。東大首席弁護士の山口。これで4人が10ポイントで並んでいます。では参ります。問題。次の絵画の作者は誰か答えなさい。東大首席弁護士山口。アルチンゴルト。東大をトップの成績で卒業、山口連続正解。芸術の分野にも精通、この知識の幅広さが天才の証です。私たちはですね、問題出されてそれからよっこらしょっと考えに入りますけど、そうですね、もうこの方々はパッと出てくるという、全く次元が違いますね。はい、本当にすごいですね。さあこれで東大首席弁護士山口が単独トップに躍り出ました。では参ります。問題。一日中太陽が沈まない。早かった。全国模試1位、塩越極也。見事に正解。塩越のぞみであります。高校時代全国模試でナンバーワンに輝いた実績を持つ塩越、偏差値80オーバー、東大にも軽々と合格した偏差値モンスターがついにそのベールを脱ぎました。
トップ東大赤弁護士山口をひたひたと追います。では参ります。問題。頭を柔らかくして考えなさい。図のような白と黒の杭の間にロープが張られ、白の杭にリングがかかっています。ロープの中央には結び目があります。今リングを白い杭から黒い杭に移動させたいのですが、結び目がリングの中を通過してはいけません。リングがいくらでも自由に伸び縮みするとすれば、リングを白い杭から黒い杭に移動させるにはどうすればよいか。数学オリンピック金メダリスト関。伸ばして地球を回して黒の方に持っていく。なぜわかるんですか。全然わかんない。何のこと。紐をめちゃくちゃギューって伸ばして地球の直径ぐらいまで伸ばすと、はい、その地球をぐるっと回してまた縮めると黒いところに紐を通さずにいける。地球のサイズまで伸びる。漫画家よりもはるかに柔軟な頭をしてますね。役満さんはそういう。国際数学オリンピック金メダリストの大胆な発想力、これが世界レベルです。全体エンジンがかかってきた感があります。では参ります。問題。もともとは1本しかないロウソク。早い早い。高校生クイズ最強隅田一長ら。隅田も名乗りを上げました。この長い問題文の推測する力、これが高校生クイズ史上最強王者と呼ばれた隅田の実力であります。10ポイントを獲得しました。では参りましょう。問題。次の漢字の読みを答えなさい。早い。来たぞ。芸能界ナンバーワン頭脳宇治原。ジャスミン。宇治原も名乗りを上げました。IQ158、芸能界ナンバーワン頭脳と呼ばれる男の実力は並みいる天才たちにも引けを取りません。ここで意地を見せました。極限の頭脳バトルはいよいよ熾烈さを増してまいりました。では参ります。問題。スペイン語で泡という意味がある亜酸化窒素を混ぜることで。語学の超人上田。エスプーマ。スペイン語にも精通。語学の超人の名は伊達ではありません。しかもこの上田は東大工学部を卒業した理系のスーパーエリート。その頭脳に隙は全くありません。いかがですか関根さん。ハラハラですよね。うん、8人の戦いですから、ええ、93年の K-1 グランプリを思い出します。なるほど。死闘でしたから。死闘でしたか。10問が終了し、東大史跡弁護士山口と数学オリンピック金メダリスト関が20ポイントでトップに立つも、8人全員がポイントを獲得し、その差はわずか。準々決勝に進めるのはこの中から4人。大混戦から抜け出すのは誰なのか。さあ参りましょう。問題。第1回アテネ五輪で、うん、東大学部亀貝。ジェームス・コノリー。なぜアテネ五輪でだけでわかるんですか。あなたの才能は。すごい。凄まじい速さ、そして推察力です。第1回アテネオリンピックで最初に優勝したのはジェームス・コノリー。東大学部亀貝はひらめきと推理力でその名前を推測して答えました。ドクターブレインがポイントを重ねていきます。さあ戦いは続きます。参ります。問題。発想を切り替え、頭を柔らかくして考えなさい。日本にはいくつもの県がありますが、3度に1度くらい石の出る県は何県でしょう。京大医学部広海。じゃんけんです。柔軟性の塊と言っていいでしょう。広海、京大医学部にも余裕を持って合格したという異色の天才広海。知識だけではありません、発想力も最高レベルです。不意にこういう問題出るからすごいですね。そうです。それに対応してるから皆さん柔らかいんだなと思います。さあトップに4人が並んでいます。誰が抜け出すんでしょうか。さあ準々決勝第1ピリオド続けます。参りましょう。問題。次の楽譜を見て曲名を答えなさい。わかった。東大史跡弁護士山口。ミミファソソファファミドドレミミレレ。歓喜の歌。凄まじい凄まじい。知識学術だけではありません。
ません。この音楽の分野での強さを発揮したこの東大積電越しの山口。楽譜は本当あれ音にできなければダメですからね。知識じゃなくて、そうです、特殊技術ですからね。はい、すごいですね。これで再び東大積電越し山口が単独トップです。問題。次の形は何を表しているか答えなさい。東大首席弁護士山口。狼座。来ました、山口連続正解。東大をトップの成績で卒業。その知識の広さと深さは全くそこが知れません。2位との差を20ポイントに広げています。歓喜の歌。激戦が続く天才たちの争い。狼座。本戦から抜け出したのは東大法学部をトップの成績で卒業した山口。しかし残りの7人もこの後ポイントを重ね猛チャージ。東大医学部亀貝。ウツボカズラ。正解。インジェラ。そしてヒロミ正解。山口の独走に待ったをかける。第1ピリオド残り10問。準決勝に勝ち進む4人は誰なのか。で参りましょう。問題。次の映像を見て問題に答えなさい。体からミルクのようなものを出し子育てする。東大医学部亀貝。ディスカス。生物の知識ならば絶対に相手には譲らないというプライドがこの亀貝には垣間見えます。東大医学部が誇る才能であります。これで京大医学部広海を抜いて2位に躍り出ました。参ります。問題。天国と地獄の間に。京大医学部広海。煉獄。これが京大医学部の誇り、異色の天才広海の真骨頂。再び2位の東大医学部亀貝を捉え並んでいます。さあ戦いは続きます。参ります。問題。1949年に誕生した日本最初の女子。京大医学部広海。ロマンスブルーバード。これだけでなぜわかるんでしょうか。京大医学部広海が東大積電越し山口を捉えトップに並んでいます。で参りましょう。問題。次の数字は何を表しているか答えなさい。東大医学部亀貝。 K2 の標高。正解亀貝。この絵のオープンから正解までがわずかに 0.2 秒。この脳の瞬発力、東大医学部亀貝です。京大医学部には負けられないその位置です。東大医学部亀貝もトップに並んでいます。問題。次の形は何を表しているか答えなさい。東大首席弁護士山口。オクラホマ州。山口が突き放します。山口が突き放す。それにしてもどうしてこの形だけでアメリカの州と分かるんでしょうか。恐るべき知識。東大法学部をトップの成績で卒業、山口がまた一歩リード。単独1位は東大法学部をトップの成績で卒業した山口。追うのは東大医学部亀貝と京大医学部広海。第1ピリオド残り4問。この三つどもえの戦いに割り込むのは誰なのか。問題。次の空欄に当てはまる数字を答えなさい。数学オリンピック金メダリスト関。33。さすが数学オリンピック金メダリストの関であります。すごいな。これが世界に誇る日本の人間コンピューター関の実力です。では参ります。問題。次の世界遺産の名前を答えなさい。芸能界ナンバーワン頭脳宇治原。バンディアガラの断崖。正解宇治原。さすがその受験時代に京大もして全国2位につけたことがあるというこの宇治原。芸能界最強の頭脳が今天才たちに必死に食らいつきます。では参ります。問題。頭を柔らかくして考えなさい。あるプロ野球チームの4番バッターが正式な試合でホームラン2本、ヒット3本打ったが全く打率が上がらなかった。一体なぜでしょう。方向性クイズ最強隅田。もともと打率が10割だった。正解は隅田。今関根さんが思わずあーと言ったように、これは言われてみればもともと打率が10割であればヒットを何本打っても打率は変わりません。すごい。これは知識の資格を作る問題であります。
記憶力、そして考える力だけではありません。頭脳の柔軟性、高校生クイズ最強の隅田の強さであります。第1ピリオド、残りはあと2問です。さあ参りましょう。問題。次の楽譜を見て曲名を答えなさい。語学の超人上田。スターウォーズのテーマ。上田が久々のポイントを取りました。語学の超人でありながら東大工学部を卒業した理系のスーパーエリート、楽譜を瞬時に解析しました。次が準々決勝第1ピリオドの最終問題となります。いざゆかん問題。次の人物の先例名を含めたフルネームを答えなさい。早かった。数学オリンピック金メダリスト関。パブロディエゴホセフランシスコデパウラファンネポムセのマリアデロスレメディオスクリスピンクリスピアノベラサンティシマトリニダドルイスイピカソ。最後は関が驚異の頭脳を見せました。数字みたいにして覚えちゃうんですか。いやなんか意味もない文字列を覚えるのが好きだったからあって。第1ピリオドが終わり、単独1位は東大法学部をトップで卒業した山口、そして10ポイント差の2位に東大医学部の天才亀貝と京大医学部の奇才広海が。残る5人もポイントを重ね、その差はわずか。この後頭脳バトルはさらに激しさを増す。日本ナンバーワンの頭脳王大決定戦、準々決勝第2ピリオドは数列パズルです。数列パズルです。まずは次のルールをご覧ください。1から8までの数字が今バラバラに並んでいます。これを一つずつ縦横に動かして、このように1から8まで順番に並べ替えてください。最も早く並べ終えた1位に30ポイント、2位に20ポイント、3位10ポイントです。まずは最初の配列を10秒間見て、頭の中で動かす手順をイメージしてください。この配列から、この配列です。この配列を見てわずか10秒で正解への最短手順を推理しなければいけません。天才たちの頭にはその勝利への道が浮かび上がっているんでしょうか。では実際に目の前にありますパズルを動かしていただきます。いざゆかん、レディーゴー。激しく動く。この番組は積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。まずは最初の配列を10秒間見て、頭の中で動かす手順をイメージしてください。この配列から、この配列です。この配列を見てわずか10秒で正解への最短手順を推理しなければいけません。天才たちの頭にはその勝利への道が浮かび上がっているんでしょうか。では実際に目の前にありますパズルを動かしていただきます。いざゆかん、レディーゴー。激しく動く。肩が伸びようと果たして大変。この速さは一体何なんでしょうか。脳は休むことを知らないのか、一体誰が先に旗が上がるのか。今一斉に手を上げる。シャーッと1位は理系のスーパーエリート上田。さあそして2位は東大学広海。ほぼ同時の3位は数学オリンピック関となりました。圧倒的な強さを見せたのは東京大学工学部を卒業、理系のスーパーエリート上田です。それではその凄まじいスピードをもう一度手元の映像で確認してみましょう。正解手順はすでに頭の中に浮かんでいたんでしょう。正しい配列に至るまで一手の無駄もありません。1位理系のエキスパート上田、凄まじい速さ、その記録7秒13という、わずかなこの時間で駆け抜けました。
また違いますね。あの、最初のステージと。うん、違う脳を使ってらっしゃる、ね。そうですね。これはですね、この頭頂部のところで、こう、数字が、あの、映像で動くだけですからね。あとは浮かんだイメージを指先に伝えるだけですから、これは将棋の羽生さんのような脳と言えるかもしれませんね。これが科学と語学の超人、上田のポテンシャルです。あの、1位になった時パッと顔見たらね、堤真一さんみたいな表情してたんですよ。なるほど。やっぱり正解するとちょっとキリッといい男になってきますね。でもその凛々しさが増してまいりました、語学の天才上田。すごいですね。ね。第2ピリオドを終え、兄弟学部の奇才広海がトップに。理系のスーパーエリートでありながら8カ国を操る上田も数列パズルで1位に輝き順位を上げた。いよいよ準々決勝最終ピリオド、果たして準決勝に勝ち進む4人は誰なのか。日本ナンバーワンの頭脳王大決定戦準々決勝第3ピリオドをただいまよりスタートさせます。ここで行われるのは人呼んで超難問早書きバトルです。超難問早書きバトルは答えをいち早く書き、正解すると20ポイント獲得。この最終ピリオドで全てが決まる。では早速参りましょう。準々決勝第3ピリオド第1問、問題。日本のことわざ覆水盆に帰らずと同じ意味を持つ愛から始まる英語のことわざを書きなさい。誰が最初に答えを示すんでしょうか。語学の超人上田、回答オープン。判定は、あ、さすがは語学の超人上田、まさに電光石火のスピードで正解を示しました。 It is no use crying over spilt milk this. 不正本に帰らずで、どうしてすぐにあれが出るんでしょう。わかりませんですね。という答えでありますが、そうですね、英語では水ではなくてミルクですね。Wonderful answer です。科学と語学の超人上田、数列パズルで1位を獲得した勢いはまだ続いているようです。では参りましょう、問題。積み重ねられたブロックはいくつか答えなさい。これを見た瞬間に、おっと、数学オリンピック金メダリストの関、ペンが動く。さすがに早い。数学オリンピック金メダリスト関、オープン。判定は、さすがです、数学オリンピック銅メダリストの関。100個以上のブロックの数をわずかな時間で正確に計算するという驚異の情報処理能力、まさに人間コンピューターです。どうやって導き出してるんですか。これ縦に7個積まれてるのが5箇所で、で次の下の階層も5個っていう風に全部たまたま今5個ずつあるんで、1から7までの和を5倍したらよくて 28×5 です。なるほど、すごいな。改めて竹内先生、今のこれを瞬間的に判断できる、このパターンがここにあるっていうことに気づくのが数学的な才能なんですよね。それを見抜ける。そうですね。数学オリンピック金メダリスト関、ポイント獲得です。参ります、問題。共和党出身の歴代アメリカ大統領を5人書きなさい。ただし1人でも共和党以外を書いたらこの問題は不正解となります。さあ、いち早く5人の名前を書き記すのは一体誰か。早かったのは東大首席弁護士山口。来ました、東大首席弁護士山口、オープン。判定は、東大首席弁護士山口がこの難問を見事に正解。東大法学部をトップで卒業の山口はアメリカの政治に関する知識にも精通していました。準々決勝最終ピリオド、東大首席弁護士山口が単独トップに立ちました。ただ勝負の行方は全く分かりません。では参りましょう、問題。次の映像を見て問題に答えなさい。1822年9月7日に当時ポルトガル皇太子であったドン・ペドロ一世が、早かった、東大学部亀貝、回答オープン。判定は、ドクターブレイン亀貝、お見事。日本最高峰の東大学部において群を抜く知識量はまさに圧巻です。京大学部広海と並んで2位に追いつきました。では参ります、問題。
穴の直径は通る砂の6倍以上ある砂時計の中央にあるくびれた部分を何というでしょう。これは早い。東大医学部ひろみオープン。判定は。さあ今度は東大医学部医者の天才ひろみが正解。この物の名称、そうですね、ああいうものにもちゃんと名前があったんですね。ということですよね。そうですね。これで京大医学部ひろみが単独トップに躍り出ました。では参りましょう。問題。イギリスの植民地戦争やルイ14世を批判したため、たった1号で発禁処分となったベンジャミン・ハリスが発行したアメリカ最古の新聞は何でしょう。そしておっときた。東大医学部亀台オープン。判定は。東大医学部亀貝が取り返す。京大学部には負けられないというその意地なんでしょうか。亀貝さん、どうしてこんなことまで記憶できるんですか。なんか無理に記憶しようとせずに、まあ頭を使ってるっていうことに、そのこと自体に喜びを感じれば。恐るべし東大学部ドクターブレイン、これでトップに並んでいます。現在トップは東大京大の医学部に在籍する天才奇才の両雄です。そして準決勝に進めるのはこの中から4人です。では参りましょう。問題。次の文章は枕草子に出てくる古文の一文です。下線部を現代語に訳しなさい。恥ずかしき人の歌のもと末。全国模試1位塩越オープン。判定は。さすが塩越、全国模試ナンバーワン、見事正解。なぜ恥ずかしいが立派な人という意味なんでしょうか。あの古文の中で使われるときには、周りが恥ずかしい、周囲が恥ずかしいような立派な人っていう意味になるんです。思わずそう思ってしまうということ、はい、ということであります。 A 国数3科目で全国1位に君臨した塩越、その隙のない頭脳でさらなる躍進はなるんでしょうか。では参りましょう。問題。次の映像を見て問題に答えなさい。福利で年利 2% の銀行預金に100万円を預けたとき、それが200万円以上になって返ってくるには最低何年かかるでしょう。年単位で答えなさい。ただし税金などは考えないものとする。うわー、全国模試1位塩越回答オープン。判定は。なんという速さで全国模試ナンバーワンの塩越、わずか3秒。なんこれ、恐るべき才能がここにいます。なぜ今わかったんですか。あのちょっと経済のことを勉強したときに、複利で割ることで何だったら2倍になるかが分かるって公式があって、でそれがすごくなんか面白いなと思って覚えてたので、なんか。いやでもなかなか知らないですよこれは。あらゆる分野のことを一人で全て背負って戦ってるってですね、すごいなって思いますね。全国模試ナンバーワンの怪物、偏差値80オーバーを誇る驚異の頭脳塩越、2問連続正解で激しくトップを追い上げます。参りましょう。問題。問題を注意深く見て答えなさい。右の円の中に三角形はいくつある。さあどうだ。数学オリンピック金メダリスト関オープン。判定は。あーっと、数学オリンピック関がまさかの不正解。数学オリンピック金メダリストも正解できなかった超難問、その答えを導いた天才は誰なのか。この後準決勝に進む4人が決まる。神がかってますね。シェイクスピアでも書けないこのストーリーですよね。問題を注意深く見て答えなさい。右の円の中に三角形はいくつある。さあどうだ。数学オリンピック金メダリスト関オープン。判定は。さあ誰が来る。全国模試1位塩越オープン。
定は全国の市ナンバーワン塩越し3連続正解。これは皆さん左側の円の中にある三角形をかぶってしまいます。はい、まあでも問題文は右の円、つまり文章の最後についている円、つまりゼロということなんです。でもそれを見抜くってのもまた冷静ですよね。まさに怪物塩越し、全国都市ナンバーワンの力、その勢いはとどまるところを知りません。そうですね、怒涛の3問連続正解でトップまで10ポイントに迫りました。まだまだ続きます。いざいかん問題。これは藤原氏の家系図の一部です。空欄に当てはまる人の名前を漢字で正しく書きなさい。さあ芸能界ナンバーワン頭脳宇治原、オープン。判定は IQ は158、それを誇る宇治原がここでポイントを獲得。芸能界最強と呼ばれるその頭脳で並みいる天才たちに食らいつきます。さあいよいよ準々決勝も佳境を迎えました。いざゆか問題。記憶力に関する問題です。今から出る映像をすべて覚えて問題に答えなさい。問題。一番最後に出てきた楽器は何だったでしょう。最後に出てきた楽器、つまり最後の映像というわけではないが、全国模試1位塩越、回答オープン。判定は一番最後の映像というわけではありません。楽器の中で一番最後に出てきた後方のその楽器は何だというところ、今はっきりと木琴と記しました。僕もね、最初からもうね諦めてました。さすがは全国模試1位塩越、天才たちを抑えここで初めて単独トップに立ちました。ヒロミ、回答オープン。判定はヒロミ正解。この後京大学部の奇才ヒロミが怒涛の正解。さらに東大学部の天才亀貝も猛チャージ。東大学部亀貝正解。準決勝に進めるのは8人中4人。気になる4位争いは現在5人が20ポイント差で並ぶ大接戦に。準々決勝最終ピリオドも残りわずか。この激戦を制するのは一体誰だ。時空を超えたハイレベルな戦いが続いております。超難問早書きバトルです。問題。東京スカイツリーのてっぺんからリンゴを落とした場合、リンゴが地上に落ちる直前のスピードは時速何キロメートルか答えなさい。果たして誰が押す。ただし条件は以下の通りとする。さあ全員が一斉にペンを走らせる。やはり早いのは数学オリンピック金メダリストの関か、いやここで東大学部の亀貝も来ている。さあ一体どっちだ。数学オリンピック金メダリスト関、オープン。判定は、これがワールドクラスの情報処理能力、複雑な計算問題の正解をわずかな時間で導き出しました。これぞまさに人間コンピューターです。数学オリンピック金メダリスト関がここで単独4位に躍り出ました。では参ります。問題。森のバターと呼ばれる果物はアボカドですが、森のアイスクリームと呼ばれ、高校生クイズ最強王隅田、オープン。判定は隅田が見事に正解。高校生クイズ最強王者の誇りにかけて負けるわけにはいきません。いやー本当にあの反応とですね、そしてそれをきちっと表現して、はい、見事としか言いようがないですね。確かにそうですね。準決勝へ進めるのはわずかに4人、その椅子を手にするのは一体誰なんでしょうか。では参りましょう。問題。次の問題に英語で答えなさい。読み出して、そして誰が一番早い。おっとこれは語学の天才上田、さすがに早い。語学の超人上田、回答オープン。判定は
の超人上田のお見事、これで再び単独4位です。トラクター、運動機ですね。大人になると使わなくなりますので、なかなか私たちネイティブスピーカーにも難しい単語ですよ。ワンダフルアンサーです。抜きつ抜かれつ、一問ごとに状況が変わります。まさに頭脳のサバイバルバトルです。激しく動く頭脳バトルは京大学部広海、東大学部亀貝、全国模試1位の塩越が正解を重ねた。そして高校生クイズ最強王隅田、数学オリンピック金メダリスト関、科学と語学の超人上田が激しいデッドヒート。最終ピリオド残り2問、この3人が最後の一枠を狙う。参ります。問題。次の空欄に当てはまる漢字を書きなさい。さあ、まだペンは動かない。まず今芸能界ナンバーワンの宇治原、そして今度は語学の天才上田、東大関弁護士の山口、動いたが語学の超人上田、オープン。判定は、勝負の分かれ目となるであろう大きなポイントを獲得したのは8カ国語を操る語学の超人上田であります。あの彼女はなかなか出てこないと思うんですよね、はい。さあ、準決勝進出に向け大きく前進、しかしまだ分かりません。いよいよ最終問題、この1問で全てが決まる。さあ皆さん、ついにこの時を迎えました。日本ナンバーワンの頭脳王大決定戦準々決勝、次の問題が最後の問題となります。白熱の頭脳バトルを制し準決勝へ勝ち進むその顔ぶれは、その答えは間もなく明らかとなります。それでは参りましょう。問題。記憶力に関する問題です。今から出る映像をすべて覚えて問題に答えなさい。問題。時計の針が何時何分を示していたか書きなさい。さあ、これで勝負が決する運命の最終問題。準決勝に進むのは8人中4人。一体誰が正解にたどり着くんでしょうか。早かったな、隅田。高校生クイズ最強隅田、オープン。判定は、時計の針の位置まで覚えてこそ高校生クイズ最強隅田なんでしょう。正解は1時50分ということでありました。うわ、ここですね。本当だ、はい。最終問題、取ったのは高校生クイズ最強王者隅田です。これで勝負の結末はどのように変わったんでしょうか。運命の結果発表に参りましょう。いよいよ得点結果を発表いたします。日本ナンバーワンの頭脳大決定戦準々決勝、トップ通過を果たしたのは京大学部広美翔。みんな激しくうなずきました。手応えはあったんでしょうか。この準々決勝全てのピリオドで満遍なく力を発揮、見事トップ通過です。第2位で通過したのは全国模試1位塩越のぞみ。堂々の2位通過、塩越が全国模試第1位の実力を見せつけました。準々決勝第3位で通過したのは東大医学部亀貝康平。日本最高峰の東大医学部の中でも天才と呼ばれる亀貝、冷静な表情で準決勝進出を受け止めています。では参りましょう。準決勝へと勝ち進む最後の一人は、準決勝に進む最後の一人は、その準決勝では天才たちが見たこともない難問を次々と解き明かしていく。神がかってますね。ここまでは積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
本ナンバーワンの頭脳王決定戦。ご覧の3人が準決勝進出を決め、残された最後の一枠はこの3人の争いに絞られた。まずは国際数学オリンピック金メダリスト関。数学で圧倒的な力を見せつけ、暗記力で活躍。そして科学と語学の超人上田。数列パズルでぶっちぎりの優勝。さらに難易度の高い英語の問題にことごとく正解し得点を重ねた。そして高校生クイズ最強王者隅田は最終問題で驚異の記憶力を発揮。いずれ劣らぬ3人の中から準決勝に進むのは誰だ。最後の一人は科学と語学の超人上田隆。準決勝最後の一枠を勝ち取ったのは高校生クイズ史上最強王者ではなく、数学オリンピック金メダリストでもなく、8カ国語を操る語学の超人上田。この大接戦を見事に制しました。数列パズルで優勝を飾った上田が最後の一枠をつかんだ。熾烈な戦いを制し、日本の頭脳の頂点を目指すべく準決勝に勝ち進んだのはこの4人。まずは並み居る天才たちを抑え準々決勝堂々トップ通過、異色の天才京大医学部広海。そして全国模試1位の偏差値モンスター塩越。続いてはその知識量は桁外れ、東大医学部の中でも群を抜くドクターブレイン亀貝。4人目は東大の大学院に籍を置く理系のスーパーエリートながら8カ国語を操る語学の超人上田。日本が誇る頭脳のベスト4が今激突。